調は大丈夫？うん、だいぶ良くなったよ。もう普通に歩けそう。ナイトショーが始まる頃には元気になってそうだね。ありがとう。でもごめんね、私のせいであんまりアトラクション乗れなくて。そんなの気にしなくていいって。こうやって見てるだけでも楽しいしさ。うん、今日みんなで一緒に回れただけでも楽しかったよ。私も。それにね、ここは隠れフェニー君がいる場所でもあるから、みんなを案内したいなって思ってたんだ。隠れフェニー君？うん、フェニックスワンダーランドのあちこちにフェニー君の形をした模様やデザインがあるんだ。例えば、あのランプの足元とか、レストランの中やゲートの上にもあるんだよ。あ、知ってる。隠れフェニー君を紹介するサイトとかもあるんだよね。私も時々探してるけど、でも噴水にあるのは初めて知ったな。小羽根、本当に詳しいんだね。うん、多分ネットに情報があるものは9割くらい見つけてると思う。え、そんなに？すごいね。でも隠れフェニー君か、懐かしいね。そういえば小学校の遠足で一緒に探したっけ。懐かしいな。え、そうなの？うん、クラスのみんなで全部の隠れフェニックを探すんだって言ってね、園の隅々まで探したんだよ。ま、結局そんなに見つけられなかったんだけどさ。集合時間に遅れそうになって慌てて戻ったんだよね。懐かしいな。でもどこでどんなフェニー君見つけたかうっすらとしか覚えてないんだよね。私も小学生の頃の話だしね。あ、でも最後に見つけた隠れフェニー君の場所は覚えてるかも。あ、もしかして時計の下のフェニー君？そうそう、懐かしい。はるかちゃんの思い出の場所、私見てみたいな。それじゃあ一緒に行ってみる？場所も覚えてるから案内できるよ。うん、行こう行こう。確かこの辺りに時計が。あれ？なくなってる。あれ？確かここにあったよね。もしかして場所間違えた？もしかして撤去されちゃったのかな？ああ、そうかも。最近回収とかやってたみたいだし。残念だね。はるかちゃん、あんちゃん、その時計もうちょっと探してみようよ。うん、もしかしたら私も何か役に立てるかもしれないし。二人ともありがとう。でも見つかるかな。隠れフェニー君が減ったって話は聞かないから、もしかしたら別の場所にあるのかも。ねえ、あんちゃん、その時計ってどんな感じだったか聞いてもいい？その時計は緑色で、背が高くてちょっとレトロな感じだったよ。その時計見たことあるかも。確か写真も撮ってあるよ。あ、これかな。あ、これだよ小羽根。この時計のところに隠れフェニー君がいたんだよ。小羽根ちゃんすごい。じゃあこの時計の場所に行ってみよう。あ、あった、あそこだよ。本当だ、あの時計小学校の頃に見た時と変わってない。それじゃあフェニー君ももしかしたらそのままあるかも。そうだね、隠れフェニー君は確かこの辺りに。あ、いた、はるか、いたよ、隠れフェニー君。あ、本当だ、よかった、見つかって。このフェニー君、あの頃と何も変わってないね。あ、懐かしいね。まさかまた見つけられるなんて思わなかったな。見つかってよかったね、思い出のフェニー君。うん、小羽ちゃんのおかげだよ。はるかちゃんたちが笑顔になってよかった。
っていうか、もうショーが始まる時間じゃない？ほんとだ！急いで行かなきゃ！みんな、こっちだよ。見て、アン、フェニー君のホログラムもある。すっごいかわいい昔から好きだよね。それにしても高校生になってからもハルカと遊園地に行く仲になってるなんて、知り合ったばかりの頃は想像もつかなかったな。そうだね。しかもナイトショーも一緒に見られるなんてさ。本当に何が起こるかわからないよね。そうだね。二人とも楽しそうだね。うん。やっぱりアンちゃんとハルカちゃんって並んでるとすごく絵になるな。それだけじゃない。ハルカちゃんはアンちゃんのことをたくさん知ってて、アンちゃんはハルカちゃんといるとすごく楽しそう。私はハルカちゃんみたいにたくさんアンちゃんのことを知らない。それは寂しいけど、でもアンちゃんが笑ってくれているなら嬉しいな。